大見国風土器は、大見国の風土器。逸文であるため、内容は、帝王変年期などの二次資料によるしかない。現存する、風土器の逸文の中では、唯一、古老の伝えて曰く必縮といった伝承体である。断片的な文の中で特筆すべきは、長浜市のヨゴに伝わる、羽衣伝説と畜部島の伝承に言及している、箇所である。古老の伝えて、 いわくえらく大海の国以下の軍。横の里、以下のサザエ。里の南にあり。天の山と共に白鳥となりて、天より降りて、甲の南の津によく見き。時に、以下型ナビ、西の山にありて遥かに白鳥を見るに、その形きいし。よりてもしこれ新人かと疑いて、行きてみるに、実にこれ新人なりき。ここに、以下型ナビ、 やがて関愛を起こして得帰り去らず。密かに白き犬をやりて、天の羽衣を盗み取らしむるに、弟の衣を得て隠しき。天女、すなわち知りて、その兄七人は天上に飛び昇るに、その弟一人は得飛び去らず。天路長く、いして、すなわち地民となりき。天女のよく西裏を、今、神の裏という、ゼなり、いかがたなび。 天女の弟女と共に、七日となりて、ここに居み、ついに男女を生みき、男にたり、女にたりなり。兄の名は、いびしとめ。弟の名は、なしとみ。女は、いぜりびめ。次の名は、なぜりびめ。これは、いかれんとうが、先祖、ぜなり。後に母、すなわち、天の羽衣を探しとり、来て天に登りき、 以下ガタナビ、一人空しき床を守りて、えー、することだん混ざりき。コロでに湧く大見国イカ軍ともこイカサザエザイ、南なり天のやめともため、白鳥時点、しかも公翼お号の南通時以下ガタナビザヨ西山春神白鳥その形、キーインギジャクゼ新人か、上り剣のミノルゼ新人なりよゼイカガタナビ、聖寛愛太く帰りさ、説使い白犬投手。 あもウイトクインテいイ,イテンニョのちその兄七人、非正天上その弟一人不ょうて天のさ才、ためちみん天女よくうらいまい、う浦これやイカガタナビトモおンニョテオンナ、トモタメシスカイオコノショ水星団上とコじジにニ、アニメエビシリうていめいなしとみじジョイゼリめつぎななぜ、りリビメのいかれんと等の先祖これやご母探せあもう、ころもきしかもて天いかガタナビどくまもるくうしょう、ええ、普段。 抵抗変年期現在でいうところの、白鳥諸女説話の類型に属し、昔話にある、天神妖棒丹の源流に位置する物語と見られる。この説話は、イカレンの祖先が天女であるとする物語である。古代王巫国の諸豪族の中で、一族の始まりを神話と結びつける豪族は、古北の名族たるイカレン以外に確認されていない。 この伝承の裏には、イカレンの権威を強める意味があったと捉えられている。白鳥となって降りてきた天女の意味は、白鳥が穀物の霊、特に稲の国霊神として飛来し、当地が肥沃な土地であることを保証するとともに、天女を母方に持つことによって、その血統を高めたいという意図があったと考えられている。なお、イカ氏は、物のノ氏の流れを組むと言われ、 この伝承は、物のべ氏の始祖伝承であるとも考えられる。新先生史録に記述されるイカレンの祖、新地人名は、この風土記逸文で紹介されているイカ型ナビと、天女の間にできた、イビシドメと同一人物とされている。また、ナシトミは、イカレンと同族の川又レンに、リフイノチとある。また、中富の氏の系図に、イカ型ナビと同一とされる。 伊ガツシン命の子として、ナシツシン命とあり、藤原系図には、伊ガツシン命の子に、リアトシン命とある。またイエラク、シモソクヒフルイノチタタミヒフルイノは、エビス福の竹の神という。女、ヒサシヒ、女命、ノチ、は、エビス福の竹の神の姉にして、ヒサエポーニーマ次は、アサイヒメイは、エビス福の神の名にして、 浅井の丘にいましき。ここに、エビス福の竹と、浅井の丘と、長江を、合競いしに、浅井の丘、人世に高さを増しければ、エビス福の竹の神、怒りて、刀剣を抜きて、浅井美芽をやりしに、姫の塔、甲の中に落ちて江島となりき。畜生島と、名づくるはその頭か。また、湯沸しも即避古い命の,の男畳日。 恋の地税いえび福武神なり女久さ、死費の女いの地税びす福武神の姉財をひさポぽうなり、自や姫いの地税びす福の命、在野菜をかなり税えびす福武とも、浅井隆愛せり、長江浅井岡和代高恵比寿福武神戸、罰刀検察、浅井美目の頭しらだ、えなか江島名畜武等その頭か、抵抗変年期あたり伝承状、語られる、畳彦恋の地は、 畜武闘演技の、木吹きオス命に当たるが、他に見られない神明である。また、畜武闘演技によれば、下即飛行命は、木吹きオス命、浅井姫命坂田姫命の不信と記されているが、神の系譜については不明。浅井姫命ノは、畜舞踏演技では、妹と記されており、本文の書式でも、妹という語りのため、名は、誤りとも考えられる。 この神の蘇生について、伊ぶき山山六の大見国坂田軍に居住した豪族が、沖流しであり、伊ぶき山の神が一説におろちであると伝える、ことなどから、その実態は、竹尾宗志濃彦神の名で伝わる沖流し蘇神の、下神で、龍蛇神である、県岩尾龍命の,のことと見る説がある。恵比寿福の竹の神とは、伊ぶき山の神である。久さポーについては、 所在地不明だが、久し姫命を、畜武島演技における坂田姫命と同神とした、場合、伊吹山の南に位置する前原市と犬神郡に、またがる稜前山に否定する説もある。浅井の丘もまた不明であるが、長浜市の金草だけを当てはめる説もある。山の竹比べ伝説は、部族間の勢力争いを物語るものとされる。大海の風土記に、曰く、 八丁口の神の社。すなわち、伊勢の左九尾のりの神を意味て、背折りつびめを祭れり。うんぬん。大見風土記曰く八丁口神社、木瀬左船尾のり神書祭り、来式つびめなりうんぬん。はじめけ弁八丁口の神の社は、大津市にある、桜戸神社であり、伊勢は、川の瀬の井で、川勢ないし、瀬田の誤りとも考えられる。 桜だりとは、避けた谷のことで、水流が急で、激しく流れ下る様を言い、それを神の業としたもので、その神の霊力を恐れ、川の神であるセオリツビメを祀ったという。セオリツビメは、大払い言葉によれば、早川の背にいて、罪へ覆うながらに押し流す神である。大海国の風土器を引き手曰く、大海の国は、短海を持ちて、国の業となす。 ゆえに一名を、細郎の国という。目前に、古城のさざ波、おむいみるがゆえんなあり。大見国風土器をイムン、いむうん、大見国者も、大見ため国、広古一名雲細郎国ゆえんめ前古間古城の、さざ波なり、神楽入谷あや書院浅池記録単会は、淡水の海、湖の井で、琵琶湖のことを言う。 後世の地理史には、さざ名実国とある。さざ波は、さざ波でナミを言う。ありがとうございます。